みんな疲れてないか？やられてしまったか。大丈夫？危なかったね。お疲れ。なんとか倒せたな。よっしゃボス撃破。いい経験になった。よし上出来だ。行こうかね。敵も必死なのは同じです。うわ、いや強かったな。順調だな。なかなかの敵だったね。おい目を覚ませ。怪我はないか？イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによくわかったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ行くわよ。大会が始まるわ。そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才カヤバアキヒコが生み出した夢の新世代ゲームハードナーブギア、そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲームソードアートオンライン。略して多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明彦はプレイヤー約1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、
犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まあ、あまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロンアルファルドは強くて有名よ。スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードロンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービン？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はいつき。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。
せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。その調子よ。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。やるじゃない。敵がいるわ。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実験ね。倒してみて。すごいすごい。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。やるじゃない。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあった。すごいすごい。終わったな。ま、やっ、お、これはトレジャーボックスだな。トレジャーボックスってトラップ。それじゃあ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。プレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だと走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。
あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは？隙を見て逃げるわよ。樹月さんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。五木さん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。